最初は読み勝ったと。どうしよう。
表情には不安が残るまま試合が進んでいきます。ザシアンをバリ出した。さあ巨獣山でいきます。そうですね、鋼のなんですが、こちらダイマックスしてたら、2倍なんですが、ダイマックスはしてない。強いですね。チーム先頭フロー、あーサックユーセス君が1匹目倒した。これはでかいと精神的な余裕が出ましたが、ザシアンザシアン対決。さあ不当の剣で攻撃、こちらも上がってまいります。ザシアンミラーマッチ。巨獣山先に動いたのは優勢です。でも一撃では倒れないよね。さあダメージ、赤ゲージまで持っていった。耐えるが、そして巨獣山ゲージ。さあ先ほどのダメージから見ればこれは落としきることができるかどうだ。まず1匹返して見せました大谷凛香。これで 2ですが、もうちょっとザシアンがかなり手負いですね。ザシアンの素早さを上回るポケモン、ここはウーラオスで来ました。有持優勢。大谷側ザシアンすでに赤ゲージの HP。 電光石火で動いた。いい判断、助けを潰すっていう意味では、いいファイト。ザシアンここで戦闘不能です。最後の1匹はサンダー。いや本当に心臓痛いんだけど、すごい鼓動が聞こえる、どうしよう。さあ今の電光石火の読みがこの後の勝負にどう響いていくか。残りの1匹はサンダーです。ここはダイマックスに手をかけるか大谷。絶対諦めないよ大谷凛香。ここでサンダーをダイマックス。おさあ残るは1匹、サンダーと共に参ります。有持優勢はまだ手持ちに2匹を加えるという優勢です。このサンダーでどこまで削っていくことができるか。最終ランクは1000近くまで上げてきています。このサンダーでかけるしかない。有持優勢不意打ち。ダメージは終わりだね。ゴツゴツベッド、ダイジェットでこれで素早さ上げていく。さあダメージはおーしっかりと入っています。戦闘不能です。最後だよ。素早さが上がって次のポケモンよりも早く動ける可能性が上がりましたね。はい、次なんだろうな、まあ、ダイマックス対決ということになるでしょうか。う、最後誰だ。ラストラス。なるほど、まあ、これはちょっと大谷選手有利かもしれないですね。さあどうなる、どうなんだろう。ここ先に動くのはまずはダイマックスから入っていきます。優勢としてももう負けられないシチュエーションになりますから。ランドレス岩技を持っている方多いですが、はい、タイプが岩が入ってないので、そこまで大ロックも強くはないんですよね。しかし、しかし、ダイマックス対決の決着ということになるんでしょうか。ダイマックス冷静です。まずは相手のダイマックスターンを無駄に使わせていく。そうですね。さあここよ、ここよ、ここに手を握るダイジェット。半分までも届かないか。カチカチ山でございますね。素早さはここで2ランク上がりますが、そうだよね。そうなんですよね、そこまで入らないんですよね。効果は今一つですが、自身の素早さが一つ上がって命の玉まだありますね、これね。ここは大谷選手ちょっと冷静に立ち回ってほしいですね。この1ターンを極めて大事。回復技、こちら羽休めがあるので、これをどう使うかっていうのがポイントですね。まずは羽休めで HP 回復策を取ってまいります。さあこれを優勢はどう捉えているでしょうか。何を打つ、大ロックです。これは大谷選手有利ですね。これで飛行タイプが消えているので、弱点じゃなくなっているんですね。おっしゃる通りです。羽休めを使ったターン、ポケモンは地に足をつけるということになります、はい、さあギリギリだ。さあさらに命の玉の効果もあってイエローゲージまで HP 持っていった。さあこっからですよ。そして先に動くのはサンダーということになるでしょう。そうですね、そこをちゃんと見極めてほしいですね。さてこれは非常にやばい難しくて、優勢くんが羽休みを読んで地震を打ったら
こちら電気タイプのサンダーが足に地域に足がついているので地震が当たるんですね。そう、通常飛行タイプを持つサンダーには地震は当たらず効果がない。しかし先行でサンダーが羽休めをすると飛行タイプではなくなるため地震が当たる。さあ優勢、ここの選択肢どう通していく。まずは羽休め、羽休め休んでいった。さあ相手の出方気になるぞ。 HP はフルです。さあどうだ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。